Hi, good afternoon, クリスです。4月22日、サンデー。今日のメモリーオイルメッセージです。さあ、今日はオイルを先に取りました。いつも、見えない状態で一本取るんですけど、I got sleep, 安眠が出てきました。そしてそれに、ヘルプしてくれるレイエッセンスはって言うと、こちらも、水に取ったら導きセットですよね。さらに、じゃあこれ、今日必要なカードはって引いたら、メディテーション出てきました。はい、すべてリンクしております。どういうことかというと、スリープと安眠、これは眠りということもあります。ゆっくり寝れるように、このオイルをね、使ってもいいと思うんですけれども、私の使い方は、どちらかというと、ゆっくり呼吸をして、目を閉じてゆったりした状態でメッセージを受け取るときに使うんですね。寝る前にもちろん使ってもいいんですよ。そうなんです。なので今日は日曜日のお休みの方もたくさんいらっしゃると思います。ゆったりとした時間を過ごせる方はぜひ5分でも10分でもいいので、YouTube でもね、何でもいろんなのが聞けると思うんですけど、例えば水の音、ポツンポツンって落ちる音でもいいですし、波の音、イルカの音、どんなのでもいいんです。自分が落ち着く音、森の音なのか川の音なのか、そういうのをですね、ぜひちょっと聞きながらふーっと目を閉じてゆっくりとした時間を作ってください。もしくは出かけてる方は夜帰ってきてお風呂入った時にちょっとアロマのねオイルでもいいし、バブ的なものでもいいです。ああいうのを入れてホッとする時間を作ってください。その中に必ずヒントがあります。優しい気持ちになった時、落ち着いた穏やかな気持ちになった時、メッセージというのは届いてきます。焦ってる時、心配している時、怖いと思った時は、いいメッセージは実は届かないんですね。いいメッセージが来てるのにもかかわらず自分がブロックしてしまっていたり、悪いことを考えて、いやでも本当はこうなんじゃないかとか、裏を書いてしまったりとかするんですけれども、もう落ち着いた穏やかな状態で今日は受け取られるものを受け取っていただけたらと思います。では、今日も最高にいい日曜日お過ごしください。 See ya!